はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はメタル系の簡単な倒し方、やっていきたいと思います。ここ、ドロシーに話しかけて、メタキン軍団コイン、これを渡すと、メタキン軍団と戦えて、経験がむちゃくちゃ美味しいですよね。でも、もたもたしてると、敵に逃げられてしまう可能性っていうのがあります。その対策ですね。魔人斬りとか、そういうやつもあるんですけども、もっと簡単な方法があります。まずですね、ヒューザのテンションをマックスまで上げましょう。なので、楽勝に倒せる敵のところで、テンションをマックスまで上げてきます。俺は基本的に初期村の周りで戦ってます。ワンパンで倒せるんでね。すごく早く上げることができます。とにかくマックスです。マックスまで上げてください。相手にもならねえな。OK ですね。いい経験になったぜ。テンションマックスまで上げてきました。それでは戦っていきましょう。メタキン軍団コイン。それでは倒していきますね。ヒューザが一番素早さが早いので最初に来ます。行きます。必殺ですね。必殺の三枚おろし。これを使ってください。これ敵全体に会心攻撃が出るんですよ。なので 100% 敵を葬ることができます。ゲット。で次、メタキン出ますね。で他のキャラクターは防御してください。もしも攻撃して、クリティカルが出た時がちょっと美味しくなくなりますので防御でいいです。でラグアス来ましたらベストスマイルを打ち込んで経験値をアップしてください。で同じく3枚おろしで攻撃ですね。はい、めちゃくちゃ簡単に倒すことができます。必殺技は3回か4回使うことができますので、2周ここを回っていいですね。でもしも必殺技が3回だけしか使えない場合もたまにありますよね。そういう時にはまあ一応今回使えたけどね、斧は装備しててください。斧装備で魔人斬りで戦えばいいですね。まあ2回に1回ぐらい当たるのでそれでも大丈夫でしょう。まあ今回は必殺技が4回使えたので倒します。覚悟いいか。倒してきやがれ。で2回倒し終わりましたらテンションが元に戻ります。またね、最初と同じく、初期村に戻ってテンションを上げてまた繰り返しで戦っていきましょう。ここは本当に美味しいですよ。ということで今日はメタルの簡単な倒し方やってみました。ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。